神よ。おう、我が主よ、何か用か。霊薬庫ドーターは邪神ビーデとの戦いに傷つき長い眠りについた。聖典の一節を送ってやろう。全てはビーデ様の御心のまま。ここが水の都、ハナルブライン。あの日、事件直前まで教皇に会っていた人物、神学者ルーチ。彼の足跡をたどり、ここに行き着いた。彼が犯人についての鍵を握っているだろう。おい、来てみろ。これより先は封鎖とする。なんだよ、ちょっとくらいいいだろう。下がられよ。事件は聖堂機関が調査中である。穏やかじゃないですね。さて、状況を把握しなきゃ始まりませんね。何が起きているか少し周囲の話を聞いてみましょう。なるほど。町の高名な薬師が何者かによって殺されたらしい。教皇の事件との関連は、さて。貴様、何を嗅ぎ回っている？おっと、見つかりましたか。私は異端審問。動くな、不審者め。武器を隠し持っているな。拘束させてもらうぞ。強引な人たちですね。待ちなさい。その方は教会本部のテメノス審問官です。拘束の必要はありません。僕が保証します。聖堂騎士殿、これは失礼しました。フリック君、また会いましたね。君の移動先というのはこの町でしたか。はい、まさか
テメノスさんも来られるとは。でも幸いでした。誤って捕まるところでしたね。テメノスさん、顔色が悪いようですが。不覚です。子羊くんに狩りを作るとは。子羊、また恥ずかしい呼び方を。だが狩りは狩りです。覚えておきますよ。しかし君の移動先と同じとは。これはまるで運命なんて言わないでくださいよ。聖堂機関と私は同じ推測をした、そう言おうとしたのです。ふざけている場合じゃないですよ、クリック君。すみません。テメノスさんも神学者ルーチを疑っているので。終わりの夜、彼の代表的な著書の題名です。夜という言葉が気にかかってね。やがて夜迫る。教皇が残したメモの秘説にもありましたね。夜は神話では脅威や敵の暗喩に用いられる。教皇はルーチーを脅威と伝えようとしたとも取れます。それで聖堂機関は何か掴んだのですか？いいえ、何も。やれやれ、使えないカラスたちだ。テメノスさんは何か考えがあるんですか？ええ、ありますよ。二つの事件の共通点は聖典だけではないようです。どういうことですか？先ほど町の人たちから興味深い話を聞けました。殺された薬師は数日前ある男と密会していたそうです。神学者ルーチーとね。なんと。ルーチーは教皇とも殺される直前に会っていました。つまり二つの事件への関与が疑われます。やはり彼が最重要参考人のようですね。さあご注目、踊り子ヘルメスの舞台を見逃すな。あんたも一枚買うかい。町一番の女神を拝めるぜ。衣装と同じ赤いチケットだ。生かすだろ。遠慮します、あいにく取り込んでまして。けっ、しけてやがるぜ。ご注目ご注目、こぞって酒場に集合だ。見逃すな。こんな一大事に。テメノスさん、神学者ルーチを訪ねましょう。一刻を争います。彼を止めなければ。少し気が済みませんね。何を悠長な。急がなければ手遅れになりますよ。確かに彼への疑いは強いが、何か引っかかる。しかし他に手がかりもなさそうだ。いいでしょう、神学者ルーチーの家へ向かいますよ。
ブーチーさん、おいでですか。聖堂機関の者です。お話を伺わせてください。返事がありませんね。やはりかくなる上は力ずくでいきましょう。何をする気ですか、テメノスさん。いけませんよ。機関の許可が必要です。言ってる場合ですか。一刻を争うのでしょう。それはそうですが、許可は後から取ればいい。君には剣があります。そんな。いや、もう得ません。ブラボー、成長しましたね、クリック君。さあ、お邪魔しましょうか。主よ、お許しください。これは神学者ルーチ。そんな、まさか。死んでいる本人に違いありません。彼は犯人ではなかったようですね。では誰が。僕は応援を呼びに。待ちなさい、クリック君。聖堂機関が荒らす前に私たちでここを調べますよ。真犯人への手がかりを見つけましょう。この町か。カルディナ様、聖堂機関の長であるあなた様が出向かずとも。考えあってのことだ。行くぞ。は、失礼を。聖堂騎士団、聖典にも記された英雄たちがご登場とは。この事件、もしかしてでかいのかもな。オルトよ、状況に変わりはあるか。本部から異端審問官が来訪したそうです。ほう、噂に聞くテメノスか。あの犬め、鼻が利くようだな。構わん、野放しにしておけ。よろしいので。我々は主から授かりし使命を全うするのみ。いかがでしょうか、テメノスさん。せっかちですね、君は。ちょっと考えさせなさい。すみません。見覚えがあるぞ、これ。真実は炎の中に。これはルーチーの手記。
興味深い内容だが、今回の事件に関係する内容かはまだわからないな。これは神々への祈りを捧げる際の手引き書か。この順番、邪神ビーデとの戦いで倒れていった神々の伝承と一致する。さあ祈りを捧げよう。正しく祈れば祝福を、逆をたどれば呪いを賜るであろう。これはもしや今回殺された三人に関係するのか。第一の標的は教皇、すなわち聖火神エルフリック。次は薬師、これは霊薬庫ドータ。そして学者であるルーチー、赤学王アレファン。これが連続した一連の事件で祈りの順序を逆にたどっているとすれば、犯人の次の目標は舞踏鬼シルティージ、踊り子か。なるほどなるほど。お帰りなさい、テメノスさん。犯人の次の標的が分かりましたよ。え、本当ですか。クリック君、この町に有名な踊り子はいますか？踊り子ですか？そういえば、さっきチケットを売ってましたよね。確か、ヘルメスという踊り子の舞台が酒場であるとかなんとかって。そうか。いや、よく覚えてましたね。テメノさん？どこへ？急ぎますよクリック君。犯人はきっとその酒場に現れます。私のお魚さんたち、今宵は心ゆくまで楽しんでいらしてね。カナルブラインの女神よ、
間に合ったようですね。テメノさん、この中に犯人が。うまく紛れましたね。ですが無駄ですよ。私が正体を暴いてあげます。暴かせ。行きますか。やった。ほらほら。尋問さてとこのああ聖なる神よ、マジックスティールロッド。加護があらんことを。いいですか、いいあらかた。どうですか。いや、ほらほら。あなたは教皇から始まった連続殺人、その犯人は建築士バドスさん、あなたです。あなたは聖家臣を殺した後この町へ移り、霊薬工と赤学王を次々と手にかけた。そして聖典に従えば次に命を落とすのは舞踏鬼シルティージ、踊り子ヘルメスが次の標的。そうですね。お願いやめて。我は唯一の神ビーデ様のしもべなり。愚者どもめ、真実を見よ。聖堂騎士、新人だがな。ブラボー、クリック君。待て。どこに。クリック君、あっちです。あれは聖堂機関の船、急がなくては。
出番か。遅いの。長所を突き破って貴重な知見を得る。成果の加護があらんこそなんてね。遊ぼう。行くよ。そくらいな。どうしようかしら。はい。プランを考えれば、悪くないアプローチだ。さあ、審問の時間ですよ。邪神 B でのしもべさん。教皇は死の間際にあるメモを残していました。やがて夜迫る。これは炎を守りし一族の言葉らしい。そしてあなたの手の甲にある不思議な入れ墨はその一族のものだ。教皇は伝えていたんです。炎を守りし一族が犯人。あの日、あなたは地下通路を通り、大聖堂へ魔獣を引き入れ、教皇を殺害した。そして魔獣をその場に残し、平然とあそこに立っていたんです。よくぞ、見破った。私の目はごまかせません。神ですらね。バドスさん、なぜ？ここで捕まるわけにはいかない。私には、使命がある。B でのしもべさん。そうですよ。遅いね。さてと、聖なる光を。思考開始。ああ、長所を付き合ってもらう。逆転だ。私の番ね。やれ。聖火の光輝きたまえ。行くよ。蛇は素早いよ。闇夜は怖いよ。掃除する。遅いね。プランを考えれば、イカズチを貫け。さすがね、オズバルド。
炎よ、燃えろ。さてと、聖火の光輝きたまえ。行くよ。遅いね。さて、この手で。炎よ、燃えろ。行きますか。傷を癒やしたな。助かったわ。プランを考えねば。あ、出番か。弱いね。頼もしいわ、ソローネ。氷よ、切り裂け。さて、銀河研究の粋を見せてやる。氷よ、切り裂け。行くよ。遊びは終わりだよ。いただき。いいでしょう。天を贖いなさい、聖なる光よ。行くわよ。氷よ、切り裂け。開始。イカ土を貫け。さて、やあ。氷よ、切り裂け。今よ。そうです。行きますか。聖火の光よ、輝きたまえ。どうしようかしら。冷やしておくわね。出番か。プランを考えねば。氷よ、切り。いいでしょう。聖火の光よ、輝きたまえ。さあ、ライフスティールだが。しこ、長女を付き合ってもらうぞ。貴重な知見を得た。さて、話してもらいましょうか。静かなる黄昏に身を任せる。光は消えゆく、そこまでだ。カルディナ機関長、来賢者をブランドの皆において貴様を拘束する。許しを請うがいい。主が断罪してくださるぞ。うぬぼれるな。許しを請うのは貴様らだ。連れて行け。
クリックと言ったな。よくやった。青銅機関のカラスさんたち、やれやれ、あなた方は柿が甘くなるとやってきますね。我々には渋柿をつつく暇などないのでな。下がれ、貴様の審問など不要だ。お言葉ですが、青銅機関長、犯人は異端ですよ。青天に見立てて殺人を犯しているのですから。口が減らんな。クリック、来い。命を与える。はっ。飼い主を失った犬め。噛みつきますよ。本部機関ですか。この町の後始末は我らが預かることとし、バドスの身柄は青銅機関本部に移し交留する。貴様にはその護衛を命ずる。光栄です、機関長。ただ。なんだ。今回の犯人拘束はテメノス審問官の功績です。彼に審問の機会を与えてはいかがかと。許可しよう、亡き教皇に免じて。ありがとうございます、機関長。クリックよ、調査の中で何か見聞きしたか。バドスが拘束前に妙なことを口にしました。静かなる黄昏に身を任せるな。光は消えゆく。どこかで聞いた気がするのですが。ご苦労、下がっていい。お手柄だな、クリック。オルト、それは皮肉か。一緒に入信したのに、君はカルディナ機関長の親衛隊だ。君にはかなわないよ、オルト。ふふ、そうかな。剣は合格だ。いちいち交えなくても分かってるだろう。ふん、腕が鈍ることもある。俺がこの立場にいるのはカルディナ様に拾われたからだ。お前を聖火教会に招いたのは異端審問官だったな。ああ。炎が我が暗き道を照らす。俺たちは互いに自らの炎と歩んでいるわけだ。ああ、互いの道が正しい道だと信じよう。聖火の加護があらんことを。君もね、オルト。テメノさん、何を読まれているので。神学者ルーチーの手記です。現場から拝借しました。また証拠品を勝手に。固いことは一個なしです。これも調査のうちですよ。主よ、お許しを。で、君はこれからどうするんですか。
一連の殺人事件はこれで幕引きです。僕は建築士バドスを護送し本部に帰還します。本部に拘束した後はあなたも彼に面会できますよ。おお、あのカラスが許可するとはきな臭いですね。今回の件への礼かと疑いすぎは良くないですよ。疑うのが仕事なもんで。さて、道は二つあります。え、聖堂機関本部へ向かわれるのでは？それが一つ、彼の審問に赴く道です。しかし別の道がこの手記に記されています。落日の遺跡、クラックレッジの遺跡らしいのですが、神学者ルーチーが生前調査をしていたようです。重要な手がかりがある気がする。そこへ調査に赴くのが二つ目の道です。果たしてどちらの謎から解くべきか。どうかお気をつけて、テメノさん。本部へ来られるときは僕が歓迎します。楽しみにしていますよ。フリップ君、事件の幕はまだ降りていません。なぜ犯人は殺人を犯したのか、なぜ発信に見立てて殺したのか、重大な何かを見落としている気がする。その何かを探しに行かなければ。